こんばんは、平井弘明です。今回の動画はですね、僕動画で散々言ってるんですが、優しいクラブの方がいいですよって言ってるんですけど、具体的にどういうクラブがじゃあ優しいクラブなのかって言ってなかったですよね。それを今日はっきりとお伝えしたいと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。でこの動画をですね、見ていただきますと、じゃあ今使ってんのは優しすぎたんだとかですね、今使ってんのは難しすぎたんだなって必ず答えが出ると思うんです。ぜひ最後までご視聴していただきたいのと、お願いが動画の中でいくつかあると思うので、ぜひそれを実行していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。平井弘明のワンナップゴルフ。単純に優しいクラブってスペックを落とすだけじゃもちろんダメですし、もちろん上げるだけでも自分に合う合わないってはっきりとは出てこないんですよ。じゃあ何が、さっきから言ってるけど、何がポイントなのっていうと、これはもう間違いなく一つ基準として絶対的なことが一つあって、自分が打ちたい球が決まってなかったら優しいクラブかどうかの判断ができない。これは絶対なんですよ。今これ7番アイアン持ってます。7番アイアン持ってますけど、7番アイアンでロブショット打ってって言ったらめちゃくちゃ難しくないですか？そうなんですよ。だそういうことが全てのクラブに当てはまるっていうことなんですよ。例えばドライバーでこれ 9.5 度で、でシャフトが5の S で、長さが45インチなんですよ。で例えばこのドライバーで300ヤードヒッター以上の方が普通に300ヤード打ってくれって言ったら多分難しいクラブになっちゃうんですよ。スペックとしては単純にそういう方にとっては優しいんですが、打ちたい球を打とうとすることに対してはめちゃくちゃ難しくなる。要はクラブが軽すぎちゃうんで、そういう球が打てないっていう判断の難しい。なのでこれは全てのショットにおいてそうなんですけど、番手において自分の打ちたい球が決まってないと優しいクラブを選択することができなくなっちゃうんですね。なんでただ振ってまっすぐ行くんだったら、そりゃライトスペックの方が、男性だったらレディースクラブの方が一番優しいに決まってるんですよ。軽くて短くて柔らかくて。でも絶対ゴルフやっていく上で打ちたいなっていう理想の球が出てくるじゃないですか。その理想の球に対してそのクラブがマッチしてないと全てのクラブが難しいんです。だからそこは他の動画で自分を知ってくださいっていう動画を撮っていったんですけども、それにも共通してることなんですよ。なので自分を知って自分の打ちたい球が出てきて、初めてそのボールに対しての欲をクラブのスペックにこう当てはめていくと、あ、こういうスペックの方が今の行きたい理想の球により近いんだなっていうことが分かってくるんで、だからそういうスペックのクラブっていうのを選択していただくと優しいクラブに勝手になるっていうことなんですね。で自分のセッティングって自分にとって優しいクラブなんで、じゃあどういう球打ってくれっていうのはできないんですよ。ごめんなさい、今全部合ってるんで。だからドライバーで、さっきも言った7番も一緒ですけど、ドライバーでじゃあ20ヤードのロブショットなんていうのは天ぷらしかいけないんですよ。だからそういう無理なショットになってくると、このクラブじゃ難しいねってなっちゃうってことなんで、無理やりだったらできる可能性もあるクラブ出てくると思うんですけど、そういうセッティングでもちろん組んでないんで、なかなか自分が打ちたい球に対してぴったりなセッティングを今してるんですよ。なんで難しいショットなんだろうな、例えば58度で150ヤード打つとか、そういうのって難しいですよね。なんか今日ボールの皮がついちゃうんですよね。違うと思うんだけど。まあいっか、そう、まあ、今150ヤード飛ばそうとはしなかったんですけど、そう、例えばウェッジで自分の距離以上の距離を飛ばそうとした時とか、もちろんそのアイアンでもそうですよね。それ以上飛ばないクラブなのにそれ以上飛ばそうとしたらそのクラブは難しくなる。
ていうことを分かっていただくと、あ、じゃあ番手を上げるのかとかですね、もうちょっとしならせて飛ばすスペックにするのかとか、いろいろ考え方って出てくるんですよ。で、持ち球が決まってる方で優しいクラブが分からないという方は、下げても下げるだけじゃないんですよ。上げるのも優しくなる可能性もあるんですね。例えばすごいパワーのある方が軽すぎるクラブ使っちゃうと難しいんで、例えば重量を今使ってるクラブよりも上げると優しく感じたりするんですよ。例えばそれ硬さも一緒、柔らかすぎてもタイミングが取りづらいんで難しいって判断になるんで、ちょっと硬さを出してあげて、ヘッドスピードが50とか50以上の方だったら、 S 使ってたらちょっとタイミングが合いづらいなっていう場合は、シダでもいいんで X とかを使ってみるとタイミングが取りやすかったりするんで、何もスペックダウンだけが優しくなるとは限らないんで、ちゃんとハードなスペックにしてあげるだけでも優しく感じたりするんで、その辺はいろいろ試すことが大事ですよね。だからいろいろ自分の持ち球が理想が決まってくると、クラブも優しいクラブに巡り合いやすくなるんで、必ずそのできるできないは別です。理想を持つことが大事なんで、そうすると意外とできなかったことがクラブが合うと簡単にできるようになったりとかもするんですよ、ゴルフって。なので必ず自分の完成形を頭に描きながら、スイング作りだったりクラブ選びっていうのをやっていただいた方がいいと思います。まっすぐ行かないから、まっすぐ行かせたいよっていう人は、その落ちたい球がまっすぐなボールじゃん、そしたらスペック落とすよっていう話になる、なる単純になる。そういうことだよね。そう、たまに色を加えないで、ただ振ってフェアウェイの真ん中にストレートボール打ちたいんだったら、とことん落としたわってことだよね。そう、スペックを。だからこの間僕レディースのクラブで打ったんですよ。11度の44インチの R 以下で打ったんですけど、レディースのシャフト全然いいと思ってたよね。何にもボールにわがまま言わないんだったら、もう落とせるだけとことん落として軽くパーンって振ってあげたら、それなりにいい球出るんで。こんな球出なかったんでね。そう、普通に打ってたんで、優しければそれだけ優しい結果が出るんですよ。なんでそこからドロー、フェード、低い、高いとかってなってくると、スペックを選ばなきゃいけないんです。単純にヘアウェイの真ん中にナイスボールっていうんだったら、相当ライトスペックにすれば出やすくなると思います。それは自分で打って証明した動画がありますので見ていただければと思います。そう、ただね、それってあの理論が、例えば右行く方がいるとするでしょ、理論が右行かしてるのか、クラブが右行かしてるのか分かんない。でも俺レッスンやってて、クラブも確かにあるっちゃあるけど、6割7割の人が理論で右行ってる。そう、理論で右行ってるって詳しくちょっと言うと、やりたい理論をやってるだけで右に行ってる方が多い。そう、だからやんなくしたらまっすぐ行くかもしれない。俺はそう思う。あ、うん、100% って言いたいぐらいそう思う。え、だからダブルの人もいるわけでしょ。いるいるいる、全然いる。理論で右行ってクラブで右行ってたら超右行くんだ。そう、ダブルの人は右のネッツに飛んでくる。本当にそれ、多分お世辞言っても嘘言ってもしょうがないから、本当今はっきり言うけど、そういう人いる、全然いる。そう、だからやりたいっていうだけの理論をやってて右行ってる人と、でその方がもちろんその今の理論とスイングに対して合ってないスペックを使ってるクラブの人も全然いるし。そうで、この間ね、すごいがたいのいい方が、結構レッスン来てくださってる方なんだけど、 9.5 度の5の S のドライバーを使ってた人で、ちょっとフックがきつめの人だったの。その人がレディースに近いシャフトにして、ロフトを 9.5 から12度にしたの。めっちゃいい球出たから、え、もうその人めちゃくちゃそれ気に入っちゃって、でコースでもいい球、めっちゃくちゃ飛んでるドローが出た。しかも中弾道よ、高弾道じゃない。そう、でもその方はすごく順応性が高い方で、それでいいんだったらいいじゃんって普通に使ってるわけ。そう、だからそういう風な方は伸びるよね、早く簡単に。多分その方が一番近道、上達のね。そう、だからそんなもんだもんだって。でその方が言った一言が、こんなの早く使っておけばよかったっつった。俺より全然がたいよくて、身長あって、触れるの？全然触れる、ビュンビュン触れる。それなのにレディースみたいなクラブ。そう、それこそ本当に女の人がそのまま使えるスペック。だってシャフトが40グラム台で、で R で
ロフト12度って言ったらもうレディースしかないから。そうなんだ。そう、それを打って普通にめっちゃくちゃ飛んでるナイスところだから。そう、でもさ、スコアカードにもちろんさ、そんなスペックで書いてあって書かないから、結果だけ見たらみんな欲しいよね、それ。そうだね。ああ、そう、だから理論だったりスペックがこういうのじゃないといけないっていう洗脳から、そういうのを使わない方もいるでしょう。もちろんそれはそれで全然いいんだけど、でもそういう方もいますよ。それでいい結果を早く出しちゃった、多分その人買えないと思うよ、あんないい球出てるの。うん、楽だし。そう、多少ね、その方もボールの理想はあるのよ。ストレートか若干フェードの中段度を打ちたいって言ってたんだけど、ドローなんだけど、でも全然いいドローだからね。ちょっと薄め、ストレートかドローかっていう薄いドローだから、まあ最高なのよ。でロフトがあるからスピン量も足りてるし、落ちてこないから、だから飛ぶんだよね。だああいうの見ちゃうと、いいなと思うよね。うん、そう、だから今例としてお話しさせていただきましたけども、やりたい理論でこうミスショットを打たされちゃってる方とか、そもそもスペックが合ってなくてミスが出てる方っていうのはいらっしゃるんで、それもまた今一度スペックの確認とか、前回の動画で自分を知るっていうことも含め、自分を知った上でやるやらないを理論として取り入れることっていうのはすごい大事なので、ぜひやってみてください。で今回はですね、優しいクラブって何っていう動画を撮っていきました。少しでも気に入っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。